けえいくこんにちは、こんばんは。神です。今夜の動画は、まあ、画面上は今、まだ明るい時ですけども、はい、弾道が映らないということでね、はい、ちょっと二人にはまた協力いただきまして、はい、またまたね、皆さんがゴルフを上達させるために必要な知識ってものを得ていただくための動画としたいので、いいね、高評価ボタン押していただいた後に、今から二人の熱いトークを聞いていただければなと思っておりますので、二人、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、去ります。はい、失礼します。はい、じゃあ行きましょうかね。今回は、はい、まあ、ブロマガーの話をね、少し、ぜひしていきたいな。はい、っていうのも、はいはいはい、セパレーションドリル。はい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 。っていうのが、回ですね、はいはい、ブロマガーで出てたんですけど、なかなか好評っていうふうにお伺いしてまして。で、聞くところによると、はい、マサさんが、実際のコンサルで、それのドリルをどうやら、コンサルを受けたらしいというところで、ドリル名が、まあ、そうですもんね、はい、コンサルなんで。コンサルのドリル名は言わない。確かに、いちいち言わないですもんね。コンサル中は、ほんまに、なんですか、もう、指示通りの。そうですよね、その動き、ね。これをということでやってきたやつですね。はい、やりました。伝わりました。今のでわかりました。あれが、ブロマガでいうところのセパレーションドリル回っていうですね、ドリル出てるんですよね。はいはいはい、あれについて、はい、まあ、せっかくマサさんもね、コンサル受けたっていうところなんで、はい、まあ、聞いていこうかなというところですよ。なるほど。はい、もういかんせん僕もね、それで覚醒してる一人なんで、うん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 、で、まあ、コメントとかでも藤金子さんしたり、ね、さんしたり、はい、はい、いただいてたんで、うん、まあ、次はマサさんのしっかりちょっと意見を聞きたいなというところで。なるほど。はい、そもそもの、そのコンサルを受けて、はい、まあ、そのセパレーションドリルをやるに至って、だというか、はい、その時の、指摘されたエラーっていうのはどういうところだったんですか？難しいな。多分僕の自分の癖としてというか、うん、はい、悪い、まあ、ずっとあるエラーとして、うん、やっぱテイクバックのところっていうところがずっと意識せなあかんところだったんですけど、はい、あれですね、セパレーションドリルって言ったらマジでみんなが言ってる通りで逆でした、うんうん、逆でした逆ですよ、ね、これもう多分 見た方は全員、はい、それは逆伝わると思うんですよ、はいはい、見た方逆です逆でした、はい、完全に、はい、全アマチュアは逆のことやってるんですよ。あ、でもほんまにそうやと思う。もうそれはしょうがないですけど、ある意味普通にやったら逆じゃないですか、はい、それはそうでしょう、はい、そう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 、うん、っていうところから始まって、もうそうでやっていく中で、もう最初言われた時なんてもうちょっとハテナしか出てこないじゃないですか。ええどういうことどういうことどういうことっていうので、でもやっていった結果ほんまに全然変わっていく。一番どこに違い感じました、それ。僕の中で言うと、自分のコンサル受けた形で、はいはい、もちろんですよ、もう個人の話いいですよね、はい、それで言うとやっぱりテイクバックしていって、はい、もちろん一番簡単で言うとトップの位置。ああ、そこですね。じゃあ1ポジ以降みたいな、はい、ところになるんですかね。やっぱあれなんですよ、自分の中でですけど、1ポジまでは、うんうん、何ですか、それもちろん100点なんてありえない、はいはいはい、まあ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 、100点ではないけど、うんうん、それなりにクリアできる、まあ、ずっと積み重ねてきてたんですもんね、はい、ラインっていうのがあるんですけど、はいはい、やっぱ、はいはい、そっから先が悪いことしよるんですよ。なるほどなるほど、はい、っていうのもあって、でもやっぱ1ポジが変わったからその先も変わるんかな。まあ結局はそうなるでしょうけど ね、まあ、一番こ、うん、変化を感じたのはやっぱ1ポジからのトップみたいなところですかね。はい、っあっこが立ってあっこが一番逆でしょうね、多分。感覚ね、はい、多分トップが、マサさんはトップの悩みってどこが悩みだったの？だからシャフトクロスするタイプではないっすよね。クロスまではいかないです。クロスまではいかないですけど、やっぱちょっと大きいっていう部分は、ちょオーバースイングに近いところがやっぱどうしてもずっとありました、ね。まあ、緩んで、はい、まあ、奥田さんの悪いオーバースイングみたいなところですよね。それで言うともう完全にですけど、言っていいかな、こっちがもうゆるゆる、ああもうそういうことです、ね、はい、こっちがもうゆるゆるになりやすい、もともとなりやすいのが、まあ、緩めちゃうのが癖ですね。でどん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 変わってきて
てだいぶだいぶ良くなってたけどやっぱり緩むっていうので、でこっちがずっと癖で緩んでたけど、うん、そこがマシになったと思ったら、うん、いよいよこっちもあかんっていうのがようやく分かってきたんですよ。なるほどなるほどなるほど。あ、まだそっか、今までこっちが悪すぎて、そう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 、影に隠れてたけど、そうそうそう、壊しになってきたら次ちゃんとこっちが悪い。こっちが良くなってきたらこっちがマシになってきたらはいはいはい、はい、まだ邪魔してる、こっちが邪魔してますっていう風になって、そう、それで、それの、要は、全部が変わるじゃないですか。ないはず、変わります。あれは本当変わります。でじゃないですか、はいはい。そう。だから、そういう意味で、悪い部分が炙り出されて、こましになってきた、その右の一番悪い癖がましになってきたっていう風になった段階で、こっちもあかんっていうのが分かって、それが全部強制できるという、そうですね、全部に対して意識しやすいし、なるほど、まあ、あれはまあ意識しやすさは抜群ですよね。そうです、抜群ですよね。 それで変わっていくのがあのドリル。なるほど。その松さんとさっき言ってましたけど、アマチュアは絶対逆じゃないですか。逆です、絶対逆やってます。っていう意味で言ったら、マジで全員がやるべきドリルなんですよ、うん、はいはいはい、そうでしょうね、間違いなく、間違いないですね、はいはい、っていうところで、あのドリルはもう僕の中ではそういう、あーはーはーはー、そうですね。今だからこう、マサさんの場合はね、当然個人のコンサルでコンサルやられた内容だったんで、まあ、当然マサさんが持ってるエラーっていうのがそのオーバースイングだったっていうところもそうなんですけど、やっぱ当然そこがね、あのセパレーションドリル回っていうブロマンが実際ブロマンになると、はいはいはい、もっといっぱい、ね、そうですよね、幅広くエラー網羅されてますよね。みんなに当てはまるようになるわけですね。もうだから典型的なのはシャフトクロスであるとか、シャフトクロス、そうですよ、シャフトクロス嫌じゃないですか。そうです、なんかあの辺も多いかなと思うんですけど、その辺も一発で治るですね、うん、だからそう、1ポジ以降が一番変化を感じる、はい、まあ、1ポジって分からないですけど、まあ、要はハーフウェイバックからトップですよね。トップが嫌いな人多いと思いますけど、はいはい、そこで一番うわ俺変わったって変化を感じれるドリルだと思うんですけど、変わるのは1ポジから変わっていくんですよ、やっぱね。そうだから、やっぱりそこを変えようと思ったら、そこ変えるだけって無理じゃないですか、はい、無理です、これはもうずっと言ってることだから、はい、無理です、言っていいと思うんですけど、1ポジが変わるからその後の動きが変わる、そうそう、変わるんですよね。ダウンすら何もかも変わっていくんですよね。あのドリルはほんまに1ポジがもう絶対変わる。はい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 。1ポジか。だって変わるし、あれ合格しました一回。それはあれ、一番最初にやった時ですか。そうそうそう。最初も全然合格じゃない。ああ、でしょうね、はい。もうダメでした、もちろん。だって行かないっすよね。あっこであれやろうと思ったら。そうなんですよ。こんなにやんなきゃいけないのっていうぐらい動かさなきゃダメです、ね。マジでどうやってんのっていうぐらい、ほんまにさっき言った通りで、ハテナがいっぱい。ハテナでしょうね。だって、ね、こう緩めたくないから余計イメージとしてはね、そうなんですよって思っちゃうんだけど、でやるじゃないですか、はい、だからあれはね、多分全アマチュアが最初は逆、あのミスというか、逆してるね、多分そうだと思います。逆のミスと違い見たことないです。でしょ、そうですよね、見たことないです。多分ジュニアとかでもそうなんです。そりゃそうですよね。そうそう、アマチュアどころか、学生とかの方がむしろ絶対逆です。ああそうですよ、ね、あの指導を受けた、むしろ、はいはい、その指導自体がそうですよね。確かに確かに、であれですよ、今トークに出てたじゃないですか、はい、マサさんの、はい、あのトップの変化を見せますね、はい、ドーンドーンって、はい、昔のこの何ちゅうですか、まあ言葉悪いけど、はい、このクッソほどのオーバースイング、はい、オーバースイング、はいはいはい、もう今のトップのさ、はい、これがセパレーションドリルによって変わるっていうところで、まあそれ以外にも右関節、はいはいはい、コーチコーチが確定した、はいはいはい、あれもあっての上ですけど、なるほど、ね、まだセパレーションドリルが大きな決め手だな、でも本当にそうだと思います、はい、本当にな、これ全部マジでやるべきです、あれは本当、でも本当にありがたいことに多くの人が取っていただけて、まあ、例えばコメントいただけてる方がさんだと、うん、リュウリュウさんとか、はい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 、リュウさんでいいわ、リュウさんとか、あのほんま激変してるじゃないですか、本当ですよね、その変化を見せてくれてるじゃないですか、そうですよね、インスタとかに、ね、はい、ああいうのがもう実際に起きると思ったりする、はい、いや自分の身に起きますよ、うん、ただあれですよ、ほんま一回やっただけじゃ変わらないです、ああそれはもう間違いなくそうですね、一回は何で変わんねえって話ですよ、うんうん、いや本当それはそうです、ね、はい、1回でいきなり100点点数取れるやつなんかほぼいないじゃないですか、そう絶対無理ですよ、ね、はい、それがクラブ握ってやるんですよ、はい、まあ、文字書くわけじゃないでか、はい、はいはいはい、そりゃそうです、うん、って感じなんで、皆さんもぜひとも、はい、まあトップのこの差を見てくださいよ、はい誰しも起きる、ね、誰しも起きる変化ですね、まあ、あのマサさんの場合はこの極端に最初がオーバースイングやったら分かりやすいけど、やと思います、これぐらいみんな変化してくるんで、うん、かっこいいトップを求めるためにもね、はい、かっこいいトップを求めるために1ポジを無視してできるわけがないんで、たどり着けはしないですよね、はい、関節を正しく動かすためにも皆さん手に取っていただければなと思います。ということで、はい、WGSL はチャンネル登録者数を、30万人目指して、
頑張りましょう。ちょっと、頑張りましょう。100じゃないですか。そう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 。はい、ちょっと、頑張っておりますので、皆様お力添えよろしくお願いいたします。あと、コメントの方もまたたくさんお待ちしております。十二使徒の方は、変わった結果をまたまた書き込んでいただけると。援護射撃を。援護射撃をよろしくお願いいたします。あと、私はね、ちょっとね、人間としての器がちっちゃい男なんで、アンチコメントのため口は許さないんで、はい、速攻ブロックします。はい。あと、高評価、コメント、いいねの方だけも忘れずにお願いいたします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝してます。それでは失礼いたします。じゃ今のあれです。トップを変えるには1ポジを変えないとあかんでしょって奥田さんの金言が出たんで、はい、これもうめっちゃ大事やと思って。もうそれはそうだよ。今も僕も止めるとこでしょ。今の言葉絶対言っとかなきゃ。もう絶対大事やと。アンダーラインですよ。